後に出会いましょう。無事ごちそうでは、デビューマスター。はい、本日は、はい、ドリームサーガー1期ナイトメアサーガーデッキ新カードまとめ。ナイトメアサーガーデッキ、そうなんですよ。そうそう、だからいっぺんに言えないんだ。そうなんです。というわけで、はい、こちら11月23日発売、はい、ドリームサーガーデッキモモキングの書、はい、そしてナイトメアサーガーデッキバラムの書よございます。ということですね、本日は、はい、この2つのデッキに入ってるカード、ここまでの情報まずまとめます。まとめた上で、まあ、これ初公開なんですけど、再録カード、イラスト替えの再録カードをご紹介したいと思っております。嬉しい。そして最後に皆さん、シークレットよいと思いますので、シークレットイラスト見せようと思います。シークレット、はい、こちらも楽しみにしてください。はい、それでは早速やっていきましょう。いくぞ、やっ。はい、というわけで、まずはじゃあモモキングの、モモキングの書からいきたいと思います。はい、ドリームサーガレキモモキングの書ということで、まあ、主役は誰かと言いますと、まあ、モモキングなわけですね。はい、もちろん。さあ、ということで、はい、こちらダダーン、これから切り札ですね。王道ヒーロー、キングモモキングキング。あ、キングモモキングですね。王が4つ入っております。キングモモキングキング、王もありますから。王道ね。はい、というわけで能力見ていきましょう。ヒーロー悲嘆ですね。悲嘆色の7マナジョーカーズヒーロードラゴンレックスター。レックスターでスター進化クリーチャーです。そっちか。はい、でスター進化というと、あのこのクリーチャー離れるとき、うん、あの上だけ上がれる進化元は残るってやつですね。はいはい、で、まあ、7番1万2000プラスと。で、自分のレクスターズがあれば、自分のシールゾーンにあるこのクリーチャーにシュートリバー与えると。何でもいいので、スター進化はレクスターズ、または火のクリーチャー1体でもいいと。ということで、はいはい、まあ、レクスターズの進化元がいればシュートリバーになって出てきてくれると。なるほど、これは強いですよ。これは強いよ。はい、でしかもかなり強力です。でスター進化トリプルブレイカー、このクリーチャーが出たとき、またはアタックするとき、相手のクリーチャー1体選んでもよい、そんな選んだクリーチャーでこのクリーチャーをバトルさせると。あ、なるほどね。便利ですね。便利だね。1万2000でバトルできる、アタック時にもバトルできる。そう、だからまずは1万2000でバトル受けてアタックでも散らせると思いきや、最後できそう、このクリーチャーが出たターンの間、バトル中このクリーチャーのパワーをプラス100万する。100万。あらいって、ありがとう。あらいって、ありがとうございます。100万、はい、ってことではトリガーで出たターン中はこのテキスト有効なので、100万と1万2000でバトルです。ああ、じゃああれだ、つまり、RX、そう、モーキング RX を組み合わせると、そう、すごいなるんですけど、ボルドギみたいなことができるんだ。そうなんですよ。だからまずはトリガーとして信頼度ありつつ、アタックで相手のビートも散らせる、取れると。あのレックスとボルドギ一緒に使ったことがあると思うと、うん、結構強い組み合わせなんですね。そうですね。さらに実はモーキングレックス進化パワーでアンタップみたいなこともできちゃう、だからアタックして、はい、バトルして、ね、でまたアンタップして、ブレイクした後ももう一回いけるんだよね。はい、そう、今までモモキングのデッキって攻めはめちゃくちゃ強かったんです。攻めは強かった。攻め最強っす。歴代のデーマンデッキだけど最強格の攻めがあったんですけど、守りはそうでもなかった。確かに。でところをちゃんと支えてくれる。守りもこなせるし、攻めもちゃんとできるっていう、すごい。すごいね、頼もしい。しかも出た時でもいいから、JO とかでも全然いいね。そうなんすよ。JO で出てもバトルで取れるんだ。そうなんですよ。しかもね、細かいこと言うと、プラス100万なんで、ちゃんとボルゼウスバラモン倒したりね。あ、そういうところも見せてくれる。そこもいけるんだ。いけます。確かに、はい、キングモモキングといえばね、そう、究極スター進化が、そう、のあのキングモモキングがね、ボルジョスバルモード一撃で一撃で粉砕するっていうねやついましたが、こいつもちゃんと倒せますよ。いけるんだ。ということで、これ素敵だ。これはキーカードなんですけれども、はい、他にもね、こんなカードも紹介されてました。はい、これメンデルスゾーン。メンデル、はい、まあ、メンデルゾーンもおなじみですね、うん、はい、いい自然に2万7呪文で自分の山を床2枚を表向きにして、ドラゴンを全てタップしてもらったのに、その残りを墓地に置く、うん、なんですが、イラストのモモキングバージョン、めっちゃいい。実はね、初めてです。でこのモモキングバージョンのメンデルスゾーン、あー、確かに。そうなんですよ。モモキング結構非自然ね、ドラゴンってエヴァのイメージありますけど、結構そう、意外にも初めて。それこそ RX とか、ネックス、モーキングネックスとかは、はい、すごいそのドラゴン系のね、はい、レンドラ系の敵とすごい相性がいいんだけど、うん、そうそうそう、確かにメンデルとはなってなかったもんね、イラストの今まで。いや、はい、モモダチもね、うん、はい、しかもフレーバーデックスいいじゃないですか。昔々あるところへ、モモキングはモモダチと出会いチームキリウタを結成しました。ちょっとこういう感じのモモキングの旅みたいな、うん、あところもこの、ね、モモキングの人はテーマになってるんで、一番最初のこれあれだね。そうなんです。情熱色の、ね、姿、うん、はい、いいですね、イラスト。素敵ですね、はい、そういう感じなんですが、これが表紙か、はい、これが、はい、そうなんです。あ、これが表紙だ、はい、でちょっとね、次はね、あのイラスト上じゃないんですけども、はい、まあ、どんなデッキかっていうのを紹介するので、はい、まあ、やっぱこういうデッキなんですね。まあ、オーラヒーローモーキングレックス、オーラー、これもイラストもともとのままですけど、実は枠がちょっと変わってて、うん、確かにちょっと印象が変わってます。確かにそう、印象が変わってます。あ、そっかそっか、そうなんですよ。なんか違う。これとか、はい、あとこれですね、
未来よりウォーキング JO、 まあこちらも非常に強力な、まあアレックス JO の2本立て、はい、そうなんです。基本的にはこの2体でもう強力なモモキングのスター進化を使おうぜというデッキになっております。確かに。でもこれとこれね、相性の良さめちゃくちゃありますから、めちゃくちゃいいからね、はい、まあ、かなりこうそのままでもかなり強力なデッキ、すごい破壊力を持ったデッキになっているということでございます。もうこの時点でかっこよくない、めちゃめちゃかっこよくない、めちゃめちゃいいですよ、めっちゃいい、すごいかっこいいカードたくさん入ってますね。ぜひぜひご期待ください。はい、はい、ということでここからはね、ちょっとこのモモキングに入ってる3位6のイラストがお見せしたいと思います。はい、はい、まずはこちら、きたフェアリーギフト、ギフト意外と3位6ないんで、ないね、嬉しいですね、そうだ確かに、はい、久しぶりだ、ね、というわけで、まあ、呪文として自然の一番、これ電動呪文ですね、うん、電動カード自然の一番で、ね、このターン次に召喚する呪文の国に行ったらこの3少なくするということでね、結構モモキングレックスが JO がこれで急に3ターン目に、うん、メンデル打ってないのに飛んできて、うん、みたいなこと結構ありましたよね、はい、このイラストあれだね、はい、分かりますか、何の進化、僕分かります、お、素晴らしい、僕これは打っていい、これ俺、うん、打っていい、これ俺いいよ、めっちゃ痛いよ、あのモモキングがあれだよ、長寿往来列伝のボルシャックさんから力を、そうなんです、一番最初に授かるところですよね、そうなんです、あのね、このモモキングのスター進化、俺スター進化できたんですけど、うん、スター進化って歴代の、まあ、長寿クリーチャーたちの力をスター進化で借りてるんですよね、うん、それであの往来編、はいはい、20周年戦ったんですけども、まさにこの長寿往来列伝がビラーって広がって、はい、広がって、そこからのボルシャックのね、魂の力が、バイの長寿往来列伝、どっかやった、あるよね、どっかやった、やったビラってやりたいな、久しぶりに、あらこれですね、これが、これです、これです、広げてもらって、はい、往来編のちょい、ちょっとないって、ないって、ないって、あー、ガイアールだ、なんかで使ったな、これ、絶対なんかで使ったんだ、これというわけで、スタジオにおいてあると一部欠けてるんですけれども、はい、こういう感じで、往来列伝からボルシャックの力を借りたシーン、そちらもイラスト化されてる、なるほど、いや、いいね、熱いね、モモキングの強さの源、それはデュエマの歴代の英雄たちの魂を受け継いでいるということだ、あいいですね、確かにだよ、はい、熱いね、熱いですね、で他にもね、こんなイラストありまして、こちら、はい、B の老角メメントモリ神宮、メメントモリ神宮ということで、これもまたこれ分かりますか、分かりました、私は何ですか、分かりますか、これは王国側ですね、そうなんです、そうなんです、王国側です、これは要は呪文編だね、そう、だからまずあの鬼札王国の、鬼札王国だね、はい、これがゴッキヤ城が後ろに見えてて、さらに冒険王国とか、これベルトだね、はい、でこれがあれだ、あの月光王国のね、この刺繍ですね、刺繍です、はい、本ですね、でこれビックリ王国の、ビックリの、はい、メテオシャワーの、メテオシャワーオーロラシアターと象と、はい、だから鬼ヶ島にある宝をちょっとイメージした、宝の馬をイメージしたイラストになってる、へー、モモキングの戦いをいろんな感じで表現してると、素敵ですね、はい、いいのとかメメントモリジングも入ってる、メメントモリジング、これも強力な感じですから、ね、はい、素敵な新規ラストメメント入ってんだね、はい、なってます、さあというわけでね、はい、こちらのデッキどんな風になってるのかね、ぜひぜひ注目していただければと思います。じゃ続いてはバロムの勝利に入ってるバロムカードの紹介いきたいと思います、いくぞ、やーはい、続きまして、はい、続きましてはこちら、はい、ナイトメア、牧師録と書いてサーガリキ、はい、ナイトメアサーガリキ、バルムのショーの中身説明していきたいと思います、さあ、ということで、まあ、バルムということでね、はい、もうナイトメア一発目ですよ、ショーなんだね、そうなんです、ちょっとそこも書いておきます、ショーだよ、こっちそう、ショーとショーだよ、りこっちのが 古くてまがまがしい感じ、ああ、ちょっとショーで使おうと思いますね、バルムのショーでございますが、はい、まあ、こちらの看板クリーチャーというか、まあ、切り札角のやつ、うん、こちらでございます、はい、でね、よマレージョはバロメアレディー、出た、ということで、ね、ポスターで話題になりました、誰やねんと、はい、急にそう、実はコロコロコミックでね、先に紹介されてましたが、うん、はい、まあ、ちょっとまずカード見ていきましょうか、見ましょう、はい、非自然の5マナ、デーモンコマンドです、うん、つまり進化音になる、デーモンコマンド、で、パワー6000で、クリーチャー、ガードストライク、マッカファイター、ダブルブレイカー、モリモリだね、メメリーだね、うん、もうこの時点で結構もうかなり活躍約束されてる、うん、で、このクリーチャーが出た時、カードを2枚まで自分の墓地からマナゾーンに置くと、おー、強いね、闇なんで墓地肥やしやすいし、うん、かなり強い、で、このクリーチャーがアタックする時、自分のマナゾーンにあるカードの枚数以下のコストを持つ名前にバロムとあるクリーチャーを一体自分のマナゾーンから出す、おー、そうなんです、なるほど、出すんです、ということで、まあ、出ますよと、で、マナ加速できますよ、墓地にカードがあれば、うん、で、マッカファイザーにすぐアタックできますよ ね、 そ、 うだね、そしたらなんかのバロムが乗っかるわけですな、ここに、なるほどね、すごい、だからある種だモモキングレックスみたいな、そうだね、めちゃくちゃ近いと思う、マンタッチでバロポを出せるような、うん、そんなすごいバロムなんです、うん、
へえ、面白い、はい、非常に強力。バラムって今までってやっぱ強い分重いじゃないですか、コストが。そうですね、まあ、だからもうコストを召喚するか、うん、まあ聖域とかで、ハーナル聖域とかでこうやって出すか、どっちかだったんですけど、うん、なんとここに来て急にバラムめっちゃ出しやすくなる、うん、しかもこいつにまあ乗っかるんですけど、ね、じゃなくてもいいんですよ。はい、横にデーモンコマンドがいて、こいつがアタックして横にバロム乗っける、うん、で、あのバロムエネルギーが次の段残ってきたらもう一回バロム乗ったりできちゃうわけですな。なるほど、へえ、想像以上にバロムの、ね、足回り軽くなります。これわー、いいですね、めちゃくちゃ強そう。そうなんですよ。そしてこのバロメアリーで誰やねんと思うんですけど、このアンチとまだ後ほどね、後ほど語らせてください。はい、語らせてください。はい、お願いします。お願いします。で、はい、でまだ他にもね、紹介されたか実際と思うんですけども、こちら死神神道バーロービリーバー、バーローさんだ、バーロービリーバーと、バーローのビリーバー、信じビリーバー、ビリーバー、まあ信者みたいなことですかね。はいはいはい、はい、闇自然の3マナデーモンコマンド、3マナデーモンコマンドすごいね。でクリーチャーパワー4000、はい、このクリーチャーが出た時自分の山の上から3枚を見る、そのうち1枚ずつマナゾーン墓地山札の下に置くと、いうことで手札に加えないんだけどちょっと出てたもんみたいな、あ、ちょっと出てたもん、ちょっと出てたもん、ちょっと出てたもんね。の代わりに、まあ、あの文明が2色で4名で、さらにパワーがちょっと高いと、で、まあ、デーモンコマンド、はい、そうだから一番重要はデーモンコマンドですね。そうだね、そうこれがいることによって簡単に進化元デーモンコマンド準備できる、いやめちゃくちゃいいね。そうっていうのがまず大きいんですけど、はい、あの山札の下に置くのも実は結構強くてですね、あ、そうだね、確かに。悪夢神バロムナイトメア覚えてますか、はい、皆さん覚えてます、はい、デュエキングドリームのカードなんですけども、ドリームレア山札の下を進化もですんですね、はい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 、なのでこれ固定できちゃうんですね。そういうことだ。しかもこれあれだね、デュエキングドリーム2024でさ、うん、なんかさカオスチャージャーと合わせて3マナブーストがこれで8本に取れるね。8本取れるんですよ。めちゃくちゃいい、はい、ただ5マナからカオスチャージャー打って残った3マナでバロイビリを召喚するようなことができるから、これで相当またよりめちゃくちゃ締まり強くなる、より強くなる、うん、しかもこれ残ったらそのまま進化できるからバロン、うん、めちゃくちゃいい。これとバロメアリリーみたいな盤面簡単にできるわけですよ。結構できますね。でこれボッチャ増えるからね、これでマナ加速のタイミングしたりとか、もうめちゃくちゃ強いですこいつ。強いね、めっちゃ強い、めちゃくちゃ強いですこいつ。バーローさんも長いね。長いですね。バーローさんさずっとずっと頑張ってるよね。頑張ってる、頑張ってる、バロムじゃーみたいな感じでずっと頑張ってる。本当にバーローさんに頼るしかない時期もあったからね。その中でも頼もしい仲間増えてますよ。頼もしいね。はい、どうぞどうぞ。他にもね、これ紹介されたカードとして、さあこんなカードもあります、ね、スクラッパースパイラルスパークということで、このバロン復活したとんでもない状況、とんでもないけどね。いやだからこれが疑問だよ。そう、うん、これが疑問だ。あれどうなのって、これ実際もね、この表紙のカードなんですけど、あれ、はい、文明どうなってんの、そうそうそう、文明どうなってんのという、ね、疑問が浮かんだと思います。読みすらない、はい、そう、どういうことなのか、この後ね、イラスト外の再録見せていきたいと思いますので、そちらお楽しみください。さあ、ということで、じゃあここからこのバロムの書とね、謎を解き明かしていきたいと思いますが、はい、実はこのバロムの書、バロムがなぜ生まれたのか、うん、そのね、バロム誕生秘話に迫る内容なんです。そんな感じなの。そんな感じなんです、実は、バロムって今まで結構謎の存在だったんですよ。謎だね。謎だったんですけど、実はバロム誕生秘話がここで明かされます。はいはい。さあ、というわけで、まず1枚目こちら、フェアリーミラクル。ああ、ミラクルなんだ。そうなんですよ。フェアリーミラクルといえば、要は5文明デッキのカードですよね。そうだね。ノリと押さえていきますと、自然3マナのフェアリーミラクル呪文で、うん、山札から1枚をマナゾーンに置く、自分のマナゾーン全ての分が揃っていれば、さらにもう1枚自分の山からマナゾーンに置くということで、実はこのバロム賞、まあ、5色デッキなんです。まあ、なるほど。5色デッキ、闇中心の5色デッキっていう、ちょっと今までにない、不思議だね。ない。ね、うん、パターンに挑戦しております、はいはい、結構でも5色バロムデッキに5色コントロールのバロム乗っけたみたいなデッキ、うん、結構今でも、ね、強いんで、うんうんうん、あそこをちょっとイメージさせるようなデッキなんですが、イラストですね、うん、この人わかります？これはあれですか、僕はバロスト、そう、呪縛の剣豪バロストさんっていうね、まあ、すごい昔のクリーチャ ー、そうそうそう、だって9段の9段のスーパーレアこんな感じの、そうそうそう、ここに貼り付けになっているような感じの、なってる感じ、バロスさんって人がいたんですけども、はいはい、これ後ろバロメアリリーいますね、います、はい、ということで、グレーバーテキスト見てみましょうか、はい、最強にして伝説の剣豪と呼ばれた悪魔バロスト、彼の唯一の弱点、それは最愛内でバロメアであったと、あら、ちょっと素敵な感じ、確かに守ってる感じ、ね、守ってる感じですね、ここは任せてって感じだね、そう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 、すごいですね、一体どんな話なんだって、そうなの、はい、全然知らないね、全然知らない、知らないですね、いや、ここから語られるから、話される、はい、続きまして、こちらのカード、獅子王の遺跡、あ、これだよ、これ、はい、これでもね、多色デッカー、アナカソッケのデッキですね、というわけで、フレーバーデッキ見ていきましょうか、はい、死神、魔誕のための最強の生贄を求めて闇の王は、バロメアの命を狙った、
バロスター最愛の相手を守るため自ら生贄となることを申し出たんだったと。へー、いうことでなんか、まあ、これがあれだよね。あ、そうそうそう、あのこうバロストさんがこうなってる、ね、呪縛の言語バロストイラストでこのバロストがこう、うん、貼り付けになった、こうなっちゃってる、はい、やったったんだ、大変だ。闇の王ってあれかな、ブラックモナークですかね、これはね、俺らのイメージだとそのぐらいだよね。これは大変だよ、大変ですね、でこのバロメアと控えに俺が相手になるから、なるからって、つらいですね。続きましてこちらのカード、どんどん吹くな。あ、本当にやっぱあの人来ましたね。そうですね、これ来ましたね、言っちゃった俺、はい、正解でございます。ブラックモアさん、まあ、カードってね、これ水の4マナで、はい、5枚見てトリガーで、はいはいはい、まあ、手札に加えて、うん、闇か光だったら、うん、あ、闇手札に加えやすいんで、はい、バウンスのチャンス多いですね。フレバスティングは最愛の相手が死神マタンのための生き入れとなることを知ったバロメアはバロストの、除名を闇の王に求めた、うん、闇の王はそれと引き換えにバロメアの声を奪ったと、あらまあ、声ですか、声を奪ってしまったんです。欲しいかね、そんなもん。いやいや、悲しいよ、え、悲しいよ、悲しい、バロメアの声が、声が出ないんですよ、つらい、つらい、なるほどね。さあ、そして、いよいよこちら、じゃじゃん、知粒心の魔人、急に、まあ、カード非常に強力ですが、はい、うんうん、もうすごくなってる、なんかいる、バーロさんが、バーロさんいる、あら、いる。さあ、ということでフルバリクスね、気になりましょう、はい、死神マタンの儀式の最中にバロストは自分のためにバロメア声を失ったことを、知り怒り狂ったが、時はすでに遅かった、その怒りこそが死神がマタンするために最後のピースだったと、うわー、うわー、いうことで、なるほど、はい、実はこれが最後なんですよ、はあ、実はみんなが見ていたこのカードがこの話の最後なんですね。なるほど、バロ死神がマタンした、バロムが誕生したラストだったんです。怒り狂ってるってこと、そう、はい、一応このフレバリックスね、見ましょうか、はい、裏切りの怒りこそが最強の死神を何度も復活させる、それは古の伝説でも現代でも変わらないと、その怒りでこのバロムが生まれたんだよと。なるほどですね、はい、というのが実はこのバロムの章で語られているね、物語なんですね。なるほど、知らなかった、知らなかった、ね、怒りで復活してた。そう、今まで呪縛の言語バロストってカードいて、うん、まあ、バロムの進化ことなんじゃないのみたいなのがちょっとあったんですけど、うんうん、そこがどうしてこうなったのかみたいな全然語られなかった、ね、なかったね、はい、でこれ実はバロストとバロムの悲しい話があったんですよと。そういうことだ、はい、いつなんと五色デッキの強力な足回りも手に入っちゃう、さあ、強だね、あ、いや、なるほど、怒りで戻ってきてたんだ。そうなんです、ね、あ、アゲブロムさんとシステム的には一緒だね。そうですね、でもデーモンコマンドですね、システム的には。そうなんだ、はあ、これなんとなくイメージとしては五色デッキなんだけど、うん、闇がなんか他の文明では上を、うん、それを支配してるみたいな、ってことなんだ、はい、そんな感じのイメージとしてね、五色デッキになっております。イラストめちゃくちゃかっこいいですね、かっこいいです、かっこいいですね。新規カードもこれをキャプサポートするね、いろんなカードありますので、うん、めっちゃかっこいい、楽しみにしてください。はい、はい、はい、ということで以上がここまで紹介しました、はい、モモキングの章、そしてバルムの章の、うん、今まで紹介したカード、そして再録イラスト替えカードでした。はい、こちらでいずれも11月23日発売でございますが、はいはい、まあ、最初にね、言いましたんで、うん、今回、あの前回ドギラゴンの章、うん、ジョニーの章と同じような感じで、この切り札にそれぞれ5組にシークレット版が登場するんですけど、あります、あります、はい、今回はそのシークレット版のちょっとカードガードをね、皆さんお見せしたいと思います、うん、ありがとうございます、はい、ということで、まずはこちらの王道ヒーロー、キングモーキングキング、キングモーキングキング、キングモーキングキングから、キングモーキングキングから、キングモーキングキング、こちらでございます。ドーン、いいですね、より通常版に比べてこうまさに剣でぶった切ったような最中のイラストになっております。まさにこう躍動しているというか、かっこいいですね、かっこいいね、はい、かっこいいね、かっこいいか、ちょっと比べてみて、比べてみますか、はい、結構ね、こっちはね、割と見栄を切ってるみたいな、そうだね、こっちはもう攻撃の瞬間、確かに、はいはいはい、動きが、躍動感が、すごいね、またこのハグもね、そう、かっこいい、これもまたギラギラになって、ギラギラめっちゃかっこいいです、かっこいいですね、はい、こちらがキングモーキングキングの、キングモーキングキング、こちらキングモーキングキングね、続きましてこのバロメアレディ、バロメアレディ、こちらもちゃんとありまして、もちろん、さあこちらでございます、わあ、ちょっと顔見えてる、あ、ちょっと、そうなんですよ、お顔が、まあ、ちょっと
傷ついてる感じのイラストなんですけど、はいはい、戦いの中で、まあ、追い込まれ気づいてるんですよね。なるほど。そのまさにそのバロムの魔胆の流れの中はというところでちょっと顔が見えてるというまたなかなかデュエマスターないな い, です、ね、ない感じのイラストなんです。なかなかないですね。めっちゃいい。いいですよね。これもね、これあれですね、かっこいい。こっちは攻撃してるのにこっちは攻撃されてるっていう、ね、そうそうそう、確かに、はい、不思議な、ちょっと素敵なイラストになっております。めっちゃかっこいいです。フレーバーテキストも違うんでしょうな。そうなんですよ。ちょっとこれは皆さんゆっくり読んでください。はい、ということでこちらね、シークレット5マリにご用意しますので、はい、ぜひ11月23日発売、ドリームさんがレッキーボンキングの賞、そしてナイトメラさんがレッキーワロムの賞、よろしくお願いします。はい、そしてですね、こちらに入っている新カードはもちろんね、 YouTube で紹介しますので、はい、ぜひ今までチャンネル登録、そちらもお待ちください。お待ちください。いやー、ということでございます。楽しみでしょ、これ楽しみ。早くレッキー見せたいもん。早く見せろ。今日はここまで。早く見せろ。順番があるんです。順番があるんです。じゃあちょっとみんなに聞いておこうか。そうですね、今回の気になってるカードとか、はい、イラストとかでもいいですけど、はい、今回の今紹介した中でありますか。私はもうこちらバロムのショーのやっぱストーリー、ストーリーね、めっちゃ気になるストーリーでしたね、うん、本当だね。全然思ってなくて、いや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 思ってて、ただみんなが悲しいって言ってる時に悲しいって思ってただけだから、これがなんでそうなっちゃったんだろうって疑問がかったのよ。いやバロムってなんでそんな怒ってるのみたいな、はい、なんでそんなに破壊をね、まあそうそうね、戦争でだったのかっていうのが、あ、ちょっとやっぱ心の部分そうあったんだなっていうところで、ね、感情移入、うんうんうん、そうだね。だから俺はなんかそのバロストがさ、確か、はい、昔そんな剣豪だった気がするみたいなフレームでつながったっけ、確か、うんうんうん、なんか明確に覚えてないみたいな感じですね。だから忘れちゃったんだろうなみたいなことをちょっと考えてたんだよね、はいはい、なんかバロムがね、バロムになってから、うん、みたいなこと考えて、はぁーってなったんだよね。実はちょこちょこね、そう、実はね、ちりびら、ちりばめられたんですよ。あー、ちりばめられて、ちりばめられた。いや、なるほど。確かに気になりますね。もいちゃんどうですか。いや、私はそのモモキングの人の方の友達が出てきたりとか、うん、そのモモキングの旅についてがすごい気になりますね、はいはい、ストーリーが、うんうん、はい、はい、これね、はい、いや素敵ですね。旅立ちするからモーキングもね、まあうん、コンセプトがね、そもそも、うん、あのおとぎ話というか、はい、そうです、桃太郎ですから、はい、から昔昔から始まってるのもすごいよね。そうなんです。まあ、なるほど。じゃあ、こっちでいきます。はい、じゃあ、どうですか。俺ね、俺、そうだね、いや、どっちもめちゃくちゃ気になってるんだけど、うん、うん、まあ、あの、俺は往来列伝ビラビラって、あ、往来列伝って本当にこんな感じだったんだとって思ったのが今、一番の衝撃だね。初めてじゃない。確かに確かに、今までイラストで一回も往来列伝出てきてなかったでしょ。そんなもんないよ、そもそもさ、そもそもだよ、千有くん、うん、そもこれでしょ、これ、そうそう、僕のこれ、はい、これ、出てきてたっけ、今まで。そもそも、JO の後ろが往来列伝なんだって。あー、ほんとだ。ほらほらほら、これ言ってたわ。そうだった。当時も言いましたよ、私。言ったっけ。当時も言いました、私。思い出してください、言ってた、言ったかも、ね、でもさ、なんか、うん、こんなの本当にさ、その背中でさ、これちょっとオーライレツナっぽくなってますのさ、もう本当にちゃんとオーライレツナがベロベロベロって同じじゃん、同じ。そうだけどさ、よく見て、よく見て、まあ、ベロベロベロってこの…で、あーってなってると思ってなかったから。これもでもちゃんと同じ時期入ってますね。確かに。審査、君の目で見比べてみてください。はい、よろしく。ベッドマンさん、じゃあどうですか。俺はね、シンプルにキングモーキングキング見た目が大好き。もうこれを一刻前に使いたい。かっこいいよ。もうあのファイナルフォーム感すごい。そう、わかる。モーキングってその次々と姿を変えてね、スワシンガーで姿を変えて戦うっていうのが特徴だと思うんですけど、うん、もうまさにファイナルフォーム、うん、モーキングの最強形態ふさわしい。あと、モモキングのにしても赤いよね。赤い、赤いよね。そう、モモキングって結構さ、色鮮やかなんだよ。そう、いつもなんだけど、今回赤いよね。もうかっこいいですね。カードもめちゃくちゃ強いんでね、これ使いたいと思ってます。はい、はい、ということでこんな感じでですね、こちらモモキングの章、そしてバルムの章、こちらね、11月23日発売でございます。皆様、いい兄さん、いい兄さん、いい兄さん。いや、なのでね、これから先 YouTube で進化とか、はい、出ますよ。出ますよ、もう新カード出ますよ。皆様、はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。デュエルマスターズ、バイバイ。